じゃあ、じゃあ、はい、まあもう暑さがね、うん、ふつふつと出てきてる。いや、思い起こすっていうかさ、暑くなりますよね。結構ね、その時代に戻れるもんだな。こうやって同じメンバーに、まだ早いし、まだ早いです、まだ、はい、優勝したいもん。何の優勝だったんだ。やっぱ DeNA で優勝したかったですね。まあ、勝ちたかったな。勝ちたかったですね。せめてあのクライマックスぐらいのさ、はい、環境で野球をやってみたかったな。そうですね。うん、でも大将は、うん、まあ、ジャイアンツでもバッティングコーチとか、うん、いろいろやられて、はいはい、いろんな選手を見てきた、うん、で DeNA では監督をやった、うん、その中で、うん、やっぱこう代表的なのが松井秀喜であり、うん、筒香であると思うんですよ、うん、言われるね。ですよね。言われるけどね。でもこの2人に関してはやっぱ素材だな。素材はものとしてのね。でも素材でも、うん、やっぱいい言霊をかけないと、うん、じゃあ松井にはどういうことを口酸っぱく言ったんですか、うん、いや口酸っぱく言ったのはお前の体で日本のプロ野球で一流のバッターになれる素材としてはこれ見たことない。めっちゃくちゃ硬いね。各関節が全部硬くて柔軟性が全くないというね、ロボットがスイングしているような感じよ。あ、だから変化球とかその左ピッチャーに弱いとかさ、いろいろ長嶋さんのその弱点をさ克服させるために時間かけたじゃん。そういうところにすごい時間のかかる選手だなと思ったから。カチカチですか。カチカチだから、はい、まあね、屈伸とかあんなのやったらとてもじゃないけどね、はい、まあ、あの膝途中でそれ以上折りないんだから、曲がんないんだから、はい、足首もそう、足首、膝、股関節よく怪我しなかったんですね。いやすごいんだ、そのパワーだから、それを跳ね抜けちゃうんだろうな、はい、うん、そのぐらいパワーと強さっていうのかな。でもその迫力とね、大人びた雰囲気、今のテルト似てるよ、佐藤テルト、あれちょっと野球舐めてるようなさ、 あるじゃない、打てなくたってなんて吸ったことないかみたいなさ、あのぐらいさ上から目線の雰囲気っていうのはこいつにはあったね。その、人間としての器の大きさっていうかさ、いい表現すればそうだろうな、うん、でも時間にルーズでさ、性格的にその時間にルーズなやつ大嫌いなんだけど、鈍感力なんですね。鈍感力なんだよな、今で言う言葉で言うとな、そういうのはねすごい強いものがあって、うん、で弱点もはっきり分かってたし、うん、これを変化球とかそういう柔軟性を持たせるにはどうしたらいいかっていうね、うん、簡単だったからね、その目標っていうかさ、はいはい、直さなきゃいけない、育てなきゃいけないっていうところを、そこを全部自分松井に納得させることが最初の仕事だったよな、うんうん、その反対は筒香だよ。筒香は柔らかすぎるぐらい柔軟性がありすぎてさ、そうなんですよね、まっすぐにはめちゃ弱い、変化球がものすごくうまいというね、柔らかいですね、柔らかいしさ、真逆のタイプなんだよ松井と筒香っていうのは。だから会った時にさ、こんなに同じ高校から入ってきてもうこんな違うのかと思うタイプの2人がいたから、うん、でもタイプ的には似てますもんね。だから人間性みたいな、な、鈍感力という点では、あ、そうかそうか、そういう意味ではね似てるよな、うん、で器の大きさっていうのもな似てるよな。だから両方扱えたっていうのは、まあ、俺の中では運は強かったんだろうな、巡り合わせって。他に印象に残ってる選手って言います？やっぱ梶谷だよ。梶谷の能力っていうのは見た時にさ、うん、今で言うトリプルスリー、うん、30通り3割30本のホームランが打てるというね、その能力を最初に感じたのはね、うん、そういうのが好きだったじゃん。まあそうね、タイプ的に言ってさ、まあ、走れる選手、まあどちらかというと3拍子揃ってる選手の方が使いやすいし、その方がいいって言ってましたよね。魅力っていうのは、ね、野球を見せられるから、うん、そういう、うん、片一方だけっていうさ、打つだけっていう選手じゃなかなかな、お客さん長続きしないじゃん。だから常にこの選手を見続けていたいって思わせる魅力のある選手って言ったら、梶谷には何て言ってたんですか、監督。梶谷、お前の能力はこれだぞって。その能力を生かすものもお前自身が理解しなかったら、うん、能力を理解しなかったら花開かないよっつって、うん、お前今800万、あれ600万だからな、うん、年俸、ね、お前どういうプレイヤーになりたいんだ、うんうん、言って、で目的意識っていうのかな、うん、そういうのを選手って持たないとさ、うん、夢持たないと
それを口に出して言えるぐらいの選手になってほしいわけ、うん、まあそうですね、大ボラ吹きって言われるかもしれないけど、俺はそういうふうに有言実行で言葉に対して行動する選手の方が大好きなの、うん、分かりやすいね。そういうふうな意識を持たせて、どっちかというとあいつはうちに秘めた投手の方じゃない、うん、性格が、まあそうですね、表になかなか出さない、出ないですよね。そう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 、でも、うん、プレーはものすごく出るじゃん、うん、乗ったら出るじゃん、まあ、ガンガン走ってさ、それを常に出せるように頑張らせないとダメだということですね。そう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 、波がありすぎるんだよな、あいつは。あるし、ベースには入らないしね。ベースには入らないで、あっちの方、あさっての方向行ってましたしね。なあ。おい、ユタが、カジサイルどこ行ってんだって。あれ、まあ、セカンドモーラーシャットのもあんだけどな。あのショート、タケな、石川で。ワンナウト満塁か。ワンナウト満塁でバッター、ピッチャーバッターでな。それがショートホール打ってな。それで、もう、よっしゃ、ゲッツだと思ったら、タケが。セカンド誰もいないんだよ。梶谷、ファーストベースを後ろに。ファーストベースカバーに行けましたって、ばっか。みたいなね。いろいろありましたね。いや、それで俺はあいつ、我が母校に、駒澤大学の、ね、仏教学部にお願いして、座禅組ませに行かしたんだから。あ、そうですか。そう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 。でもそういうことも大事ですよね、うん、精神修行とか、うん。そうそうそう、メンタル。集中力とかね。うん、それはね。手間暇かかった人間だけど、みんな諦めたじゃん、こいつ無理ですよ、まあそうですね、みんなコーチングスタッフも言ってた、だって他にいるかっすよ、もう、うん、こいつ物にさせなかったら、素材としてさ、夢ある選手っていうのか、それを作んなかったら、意味ないだろって、まあそうですね、だから使い続けて、うん、こうまでなってくれたからね、でそういう素材的なものもあって、作っていく時間っていうのは楽しかったな。うん、だから松井とか筒子とか間違いなく成功するだろうなって思う素材だったんだよ、うんうん、この素材に関してはね。だからあとそのなんていうのスケール、はい、スケールを自分たちがどういうふうに理解してどこまで、その目標を持ってやってくれるかっていうだけの話なんだよな。カジサイとかあれさ、もう単なる暴走だからまあそうっすよね、まあ、それをどう導いていくかっていうね、ヤンキーみたいなもんですから。そうそうそう。でも監督だ、大将が、うん、まあ、ジャイアンツでも DeNA でも印象に残ってる選手っています？印象に残ってる選手、印象に残ってる、まあ一緒に練習とかも、うん、いろいろキャンプとかもしたじゃないですか、はいはいはい、なんかこう、ああこいつはこいつの気性は良かったなとか、僕は桑原なんですよ。あいつキャンプやって一番しんどい練習終わった後に、大将が1日の締めに必ず 3000m 走らせてたじゃないですか。あいつが全部トップで帰ってきたんですよ、キャンプの時な。もうだからあいつの根性っていうか、あいつのこう、なんていうんですかね、あとそのやり通したのと、あとティーバッティング、ティーバッティングで振り続けて振り続けて、最後さ、あの泣きながらさ、もうボール打つんじゃなくて地面打つってたよバットが上がらないですもんね。そう。でも泣きながらさ、あの最後振り続けてるクワマンのな、あの姿見て、いや本当に純粋にこんな奴がいるんだなと思ってさ、いてくれてんだなと思って。やっぱ印象残ってるでしょ。残ってる。クワマンは残ってるよ。あのキャンプでの姿っていうのはさ、だからあそこまで成長するとは思わなかったから、ね、うん。だから監督で使ったじゃないですか。クワマンね。うん、で、まあ、一時期こう使われなくなって、はいはいはい、今年頑張ってるじゃないですか。でもすごい嬉しいんですよ。いや嬉しい、うん、やっぱそういう見方します。やっぱああいうやつは絶対使ってればなんとかあのしてくれるよって、うん、で1年間やってさ3割近く打って、うん、結果大した年あるじゃん、規定だけ出してさ、はい、絶対ねそれがいっぺんに崩れるってことはないんだよな。そうですよね。使い続けられるかどうかだけの話だと思うんだよな、うん、俺は。だから僕はあいつの気性はね、うん、好きなんですよ。もういやよかったな。俺も好きでしょ。俺も好き、大好きだね。でやっぱ目がいいですもんね、うん、純粋だったよな、はい、いや本当に今はなかなかでいないタイプかなっていう感じはするけどな、うん、もう二等兵みたいですもんね本当にこうあったらジャイアンツではいないですか、そういう似たようなタイプって。いや似たようなタイプっていうか、俺は自分と同期入団だけども篠塚かな。あ、そうですか。篠塚がドラフト1位で入ってくれば選手に誰が見る、うん、もう甲子園終わって3ヶ月間なんか入院して
か、ね、あ、そうそうそう、もう骨川筋山っていうかさ、そういう表現悪いかもしれないけど、もうプロ野球に入ってくるような体じゃなかったよ、うん、最初見た時によくあれからさあんな選手になれたなと思って、長嶋さんの見る目ってやっぱすごいね、俺絶対こいつ無理だと思ったの、うん、同期入団だけどね、はいはい、でもやっていくうちにさ走ること、そうクワマンと一緒だよ、でノック特殊あるじゃん、特殊って今20分30分でよくやったなって言ってるじゃん、はい、俺たちの時代は1時間当たり前だったからさ、そうですね、特殊はね、特殊、はい、それでいやあいつと組むんだよ、はい、組ませられるんだよ、でも嫌で嫌で、あの取ってすぐ投げて動かされて取ってすぐ投げてさ戻ってくる時間って2人だったら、はい、ある程度休めるじゃん、まあ、休めますよ休めねえんだよこいつ、戻ってくるの早いんだよ、タフなんですか、タフなんだよ、1時間やっても何でもない、2時間ぐらい平気なんだもんこいつ、なんでこんなもやしがこんなに強いんだろうと思うぐらい、ああ篠塚っていうのは強かったな、そういう点では野球に対する執念みたいなものをあの若い時から持ってる選手だったんだよな、まあ、怖かったよ、だから俺なんだ、ああいう風に成功するタイプの選手っていうのはもう持ってるものが違うな最初から、うん、寄せつけなかったと思う、監督もあれじゃないですか、タフだったじゃないですか、いやいや、タフな方に見せてたのよ俺は本当なるほど、そういう見せるのうまいですからね見せかけですからね、弱いやつほどよく吠えるっていうそっちタイプですか、キャン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 吠えるじゃん、そっちタイプだから